どうもグラシャです。今日は13日目、望みの大地残り半分以上ありますが、やっていきたいと思います。さてギガンティスがね、早速そこに野ざらしになってますが、ひとまず置いておいて、青60、社長の方で黄色40。用意しまして、とりあえずオリマーでこっち側の攻略に入るぞ。お前だよ、シャコ。あ、ちょっと待って。危ない。まあいいでしょうっていうような使い方をしたよ今。すごいリセットボタンに手かけたくなったもんね。さあ、何匹か何匹かそれに行ったな。さあ、この間、この間がちょっとだけ暇、この間がちょっとだけ暇です。ちょっと何匹かちょっと紫に変換しようか。やはりここでも紫は大事。というわけで、よし、激闘が続くのでね、ここからきっと。よし、で壊せましたか。もうちょいですね。あ、もう壊せましたね。よし、そしたらオリマー、ここのこれを壊せばね、みんな来れるから。いけたかな。パッパラーパーパッパラー。これでね、ピクミン1で赤ピクミンを溺死させたニックキー、水もなくなりました。よし、したら特に理由はないけど殲滅。よし、ここも殲滅。よし、よいしょ、いいかな。したら黄色40、加速装置を使った上でこれを壊す。その間ちょっと暇だから青の数をもう減らそう。青何匹かも戻そう。もうオリマーに戻っていただいて、よいしょ、オリマーはさっきと変わらず25で、今連れてる紫は帰って、よし、赤向こうにいるやつでちょっと多いから、まあ減らすんだけど、赤15、残りはちょっとこっち次第。よし、したらばあそこにね、危険などっくりがいるんだよね。
どっくりを退治。めっちゃ飛ぶからの、これも運んでいいな。これ運んでいいと思う。それから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 な、これじゃなくてもう一個どっかにあったと思ったけど気のせいだったかしら。これか忘れただけかな。で、葉っぱにされた紫を先頭に連れて、もう迷子になるからね。今からまたここの洞窟に行きたいので、さあ、むむむ、無数の生物の焚き火をキャッチしました。音声解析によれば、あの中にはかなり多様な生物が救っているようです。もしやここは生物のるつぼ。社長、くれぐれも気をつけて。おりまさん、社長の身を守るのはあなたのお仕事ですからね。なるべく自分で守っていただきたいな。さあ、そうしたら、ここもう一個、あ、そっか、もう一個あとギガンティスだからいいんだ。いいんだ、いいんだ、いいんだ。運べた？あ、ギガンティスめっちゃどかしていく。めっちゃギガンティスをどかしていく。おかしいな、重さ1000だぞ、それ。君たちには到底運べないはずだぞ。さあ、命名キノポックリで、キーピクミンを帰らせて、んで、え、キープ黄色多いんでね、27とかいるので、15ぐらいに、16、これ15ですね。で、白10匹。足して98。あれ？黄色1個出してって。黄色1。盤面上は99。53足す32は85。またね、次の穴でも他の助けを借りていきたいので、またこの微妙な数にしていきたいと思います。さあ、いけるかな、いけるかな、足追いついてますか。もうぐるぐるしたよ。よいしょ。もう今さら、今さらだからね、この辺はもう。よし、じゃあこのね、明らかにワーな感じのタケノコを、タケノコを、タケノコじゃねえや、タケ、タケを、タケ抜けて、お前ら合流。85、よし、14匹、黄色、お前らはここで待っていてくれ。俺らは行ってくるぜ、ウェーイ。やっと。さあ、さあ、百戦錬磨7、地下1階でございます。早速目先の危険、危険、危険ってほど危険じゃないな、お前はな。はい、葉っぱにも容赦はしない。
ね、コビンコとかがね最高に厄介だからね。とりあえず紫でバスターしようかっていう。紫バスター真打ち、絶対紫じゃなくてもいいっていうようなのまで紫でやる。もう全部紫、もう全部紫。はい、はい、もうどんどん紫。ほら、とりあえずこれ運ぶよ。このどんぐり、どんぐり運んで、どんぐり運んで、どんぐりその葉っぱ運んで。このエリアと何があるって感じだよ。なんだ、80ポコのこいつはボスの実。確かにこの太さ、平の実からすればもうこいつはボスと言っては間違いではない。これ1個か、これ1個だったらラッキーだね。の上だったらもう社長突っ込め、うわーい。次に行こう。あ、天候チャッピーがにゃっと。百戦錬磨7、地下2階。さあ、早速かまど馬がね、厄介なことしてますね。とりあえずエレキムシを始末したら、このエレキムシも始末。そうしたら、この位置の作例恨めダメだな。ダリア、よっしゃー、よし、これレーダーが治るかな。レーダー治ったかな、治ったね。そしたら探索だ、探索。ただあの位置の爆弾が鬱陶しいことこの上ないな。うまいこと爆弾、壁が弱くて助かった。よっしゃー、黙っちまった、よくあることだ。よし、サライムシ、サライムシもやってしまえ。お前は平の実だ、お前は平の実だ。よし、でまた爆弾がいる。と鉄打ち放火士もいらっしゃるね。うっとうしいな、そのコラボレーション、うっとうしいな。やってしまおう。よし、とりあえずお前だ、やばいやばい。よいしょ、とりあえず爆弾、よし、とりあえずこの作例恨め、その作例恨めをやってしまえ。そしたらあとは割と安全だ。よいしょ、余計なことすんな。よし、そしたらエレキムシパーリー、エレキムシパーリー、エレキムシパーリー
のエレキムシパーリー、ほらいいね、よしいい感じにやれたところでお宝がここにあると思うから、ふんにゃ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 だよ多分、よしふんにゃだ、よいしょ、で壁も壊そう、壁も壊そう、よし、でしたらあのサライムシにやられたやつら葉っぱなのでそれをなんとかしよう、運べたかな、それなに、全然見えなかったけど宝石の類かい、宇宙愛のモニュメント、星の鼓動愛、宇宙の心は彼だったんですね、おーお前、オーマイガー、オーマイガー、誰か出てきたな今、よし行こう、次行くぞ、さあ百戦錬磨7、地下3階、いきなりひどいじゃないか、いきなり何すんだよお前、逃げろ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 、最低だ最低なやつから、まったく最低だよ、ほらやってしまえ、よーし、さあ水豚パーリー豚の群れを、よし、厄介な水豚夫婦を片付けて、この壁を壊さなきゃいけないのか、よし、さあこのどっくり風船どっくりもやろう、風船どっくりやれ、風船どっくりやっつけろ、風船どっくりやっつけちゃえ、やっつけちゃえ、やっつけちゃえ、さあなんとなく壊したけど何もないだろう、だって意図したものではないからな、そしてこの火吹き豚を倒せ、よし、おー逃げろ、危ないな、お前を速攻で始末してからの、よいしょどんこい、お宝はこれですか、あ、これですね、
サイコキネシスクリスタルの進化版じゃない、進化前みたいな。よーし、ただ卵ねえか、卵ねえか、爆弾じゃなくて卵ねえか、卵ねえな卵ねえな。これ何ですか。思考結晶愛、星の鼓動は愛。さあじゃあ次行きましょう。できれば葉っぱを花にしてから行きたかった。卵、卵降ってこい、卵降ってこい、爆弾じゃなくて卵が降ってきたら嬉しいな。お前じゃない最低だ、最低のやつが降ってきた。間に合うか、間に合うか、間に合うか、逃げ切れ逃げ切れ、ひどい。さあ百戦錬磨の穴地下4階、危険、危険すぎる生き物が住んでそう。逃げろー、よいしょー、さあ出てくるか。思わずムーンってしちゃったけど、クエーンしちゃった、クエーンしちゃった、力抜けちゃった。すっごい変なルート取ったな一瞬な。お帰りください。よっしゃー、いいぞ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 。あの紫はさすがにね連れていけない。今チャンスだったの見えてたけど、うお、ちょっと準備準備しよう、やつが回復しちゃうかもしれないけど。葉っぱは危険、いけるか。あ、何回来る、いけろ、ピョンってきた。花が散る、花が散る。よいしょよいしょ。さあ、あと何回か、あと何回かこのやり取りを繰り返せば勝てると思う。だが視界が危ねえ。帰ってこい、数が分からん。 OK、 逃げろ逃げろ、さあ帰れ帰れ帰れ、もうちょっとだもうちょっとだ、もう口数も少なく、口数も少なくなるけれど、いやいや、よし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 、
よし、なんでか鳴りやまないけれど運んでしまえ。よいしょー、ジゴポコ。そしてこれはいいね、とりあえず3分の1。うーいってなるからね、逃げられないんだな、そういやって思いました。金か千レアメタル G、 でかい。さあじゃあ次行こうか。卵見当たんないし。最後もう2匹ぐらいヘビガラスいたような気がしたけれど。